皆さんこんにちは、伊豆です。本日もプロスペース実況やっていきます。本日の企画はこちら、ホークス純正で全国大会挑んでみたです。昨日から来ている全国大会にホークス純正で挑んでいきます。では本日のタイムテーブルを見ていきましょう。今日はまずリアルタイム対戦の大会用のオーダーをご紹介します。その後にリアルタイム対戦全国大会1試合目をやっていこうと思います。では行きましょう。はい、では大会のオーダーはこのようになっています。まずは野手からですね。いつものオーダーと違う点はセンターにギータさんを置いています。まあ、ギータさんをセンターに置く理由として、どっちかといえば大会は打ち勝つイメージなので攻撃力重視でオーダーを組んでいます。いや、相棒使えないのは痛いんですが、まあスピリッツギリギリ一勝ぐらいやったらもしかしたら使ったかもしれませんが、今回は柳田さんセンターで行こうと思います。で、まああとは長谷川さん TH でレフトグラシアルさんにしている理由は捕球の高さですね。グラシアル選手は53ですが、長谷川選手は40と低いのでグラシアル選手に守ってもらいます。このオーダーの打順の回し方ですが、基本的に本田さんのところでしか代打を出しません。本田さんのところにデスパイネで、牧原さんを守備につかせて、もう一巡回ってきたら、まあ、デスパイネかバレンティンですね。場面に応じて使い分けようと思っています。まあ、相手のスプリッツとかですね。で、最終的に明石さんに守ってもらうと。はい、では打順を見ていきます。1番宗凛、2番井出穂さん、3番城島さん、4番ギータ、5番小久保さん、6番長谷川さん、7番グラシアル、8番林さん、9番本田さんですね。まあいつもは城島さん下位打線に置くんですが、今回はとりあえず固め打ちを上に持っていこう。まあ3回あるんでね、必ず、まあ、必ずってわけじゃないですけど上位に回ってくる確率が高いんで、城島さんを3番に置いています。で、4番ギータ、5番小久保さん、まああとは下位打線にチャンス持ちの選手を固めているくらいですかね。もう本当点数取らないと負けるんで、結構攻撃力重視になっていると思います。はい、では続いてピッチャー陣を見ていきます。ピッチャー陣はまあとりあえず先発は千賀さん、杉内さん、ムーアさん、高橋礼投手、和田さんでいこうと思います。もしかしたら、そうですね、杉内さんやムーア投手のところに東浜さんを入れることもあるかもしれません。で、中継ぎは甲斐野さん、岩崎さん、泉さん、モイネロさんで、あと香山さんと石川さんで回していこうと思っています。そのくらいですかね。でもしかしたら、まあ、中継ぎが足りなくなってきたら高橋礼投手を中継ぎに回して先発を東浜さん行こうと思ってます。で、抑えは森投手ですね。そうですね、大会なんですがどんどん中継ぎ使っていこうと思っています。今回は中継ぎ結構豊富にいるんでどんどん使っていきます。ではこのようなオーダーで試合をしていきます。では大会行きましょう。はい、ではスピちゃん記念大会ですね、エントリーします。そうですね、初戦はエースの千賀さんでいきますか。はい、では1試合目行きましょう。しっかり早い回で決めたいですね、試合をですね。さあ、1番川崎選手しっかり打っていきます。ちょっと大会中は溜まることが多くなるかもしれませんが、よろしくお願いします。よーし、ナイスバッティングですね。しっかり反応できてますね。さあ、2番井出穂さんですね。ここも固め打ちがあるので基本2番に置いてますかね。あー、落ちないんですか。いやー、きついっすね。さ、城島さん、スクリュー気をつけたいっすね、強いんで。よーし、完璧っすね。いや、城島さん打ちやすいんですよね、本当に。本当は上位とかにランク戦でも置きたいんですけど、なんか置く場所なくてですね、結構買いに行っちゃったりしてるんで。おお、いやー、取りますか。ナイスプレーっすね。さあ、小久保さん、今回は5番ですね。今回はって基本使ってないですけどね、まだ動画では。よーし、ナイスバッティングですね。いや、ストレート結構反応できてるんでいいっすね。さあ、長谷川さん、しっかり打っていきたいっす。あー、早かったっすね。結構球見えてるんで。あー、いやー、強いっすね、スクリュー。いいと思いますよ。はい、ではしっかり3点取れたんで抑えていきましょう。自分の先発は千賀投手ですね。さあ、1番菊池さん、しっかり抑えていきましょう。相手の方も一応ランク、おー、抜けますか。いやー、きついっすね。いやー、いきなり打たれちゃいましたけど。そうっすね、大会とランク戦、千賀さんは結構同じ感じの配球でいいと思うんですが、まあどっちかといえばストレート下になってきますかね。いや、結構速い球狙ってるんですかね。あと大会ではカットボールや
縦スラとか結構頭にない球とかが意外と強いんでね、そういう球も効果的に使っていきたいですね、千賀さんではね。いや結構速い球狙ってますね、こういう時に。まあでも怖いっすね。いや行きますか。カットボールとか投げてあげると結構詰まるんですけど、あ見てきますね。まあ大会は結構ボール球とかで勝負するのもありですね。さあなんとかゼロ点に抑えたんで、なんとかコールド行きたいっすね。初戦を気持ちよく終わりたいっす。ボールっすね。さあ集中。おお、ナイスバッティングですね。いや抜けてくれましたね。さあ林さん、しっかりつないでいきましょう。これは抜けてくれましたね。よーし、ナイスバッティングですね。いやーナイスバッティングですね。さあ本田さん、ここで代打を出しますね基本。うん、今回は相手のスピリッツが低いのでデスパイネさんでいきますか。よーし、いいですね。徳のしっかり全部出てますね。さあ集中。よーし、ナイスバッティングですね。さあ二塁まで行きますね。ここはダイソー行きますか、どうせ変えるんで。さあ牧原さん二塁ですね。さあしっかり集中していきましょう。ボールですね。あースクリュー合ってないですね。しっかり合わせていきたいんですけどね。さあ入穂さん、なんとか川崎さんの敵を打ってほしいですね。さあ集中。あー流せなかったですね。さあ6点目ですね。あと2点ですかね。お、城島さん、さっきのホームラン良かったですね。またもう1本センス、あー振り遅れましたね。いやー急に真ん中来ましたね。さあギータ集中して打っていきましょう。あ早かったか。いや惜しいっすね。さあ、あそこ流したいんですけどね。結構、あコールドですかねこれは。あコールドでしたね。はい、ナイスゲームです。ありがとうございました。はい、では2試合目いけそうなので2試合目いきます。先発は杉内投手でいきましょう。さあいいっすね、相手のオーダー。さあ杉内さん、しっかり抑えていきましょう。お願いします。さあ1番丸さんですね。いいっすね。いやスピの暴力っすね。これが純正のいいとこなんですけど、よしナイスボールですね。いや次の大会はチーム魂杯と思ってたんですけどね。よしナイスセカンドですね。いやいつ来るんですかね。個人的に、まあ、純正始めて1回目来たんですけど、あんまりその時ランク戦はガチってなかったので、ランク戦じゃないですね、リアタイをガチってなかったんで、あんまり走らなかったんですよね。なのでリボンも持ってませんね。よし3人で終わりましたね。いやーチーム魂杯早く来てほしいですけどね。さあ相手先発西さんですね。しっかり集中して打っていきたいですね。おお特能出ないですね。さあ集中。スラカット、おお、えぐいっすね。さあ打っていきましょう。これは落ちますね。よーしナイスバッティングですね。さあ2番イルホさんですね。しっかり広角に打ち分けていきたいですけど、ああ早かったですね。いやーきついっすね。よーしナイス選球なんですね。さあ集中、次狙いましょう。おー、し抜けてくれましたね。いや、ギリギリっすね。結構詰まってそうなんですけど。おこれっすよね、井戸さん。いや、きついっすね。さあ、3番、城島選手。よーし、タイムリーっすね。今のいけませんでしたか。いや、きついっすね。こういうの結構後々響いてきたりするんでね。よーし、ナイス選手ね。いや、今の。川崎さんいけないっすか、きついっすね。いやきつい。あーでも犠牲フライっすね。
いや今の綺麗に流したつもりなんですけどね、ちょっとタイミングもカーソルも合ってなかったですね。さあ国語さん集中していきましょう。いやーきついっすね、1点。いやきつい、ほんときついっすね。なんとか杉内さんで抑えていきたいところですね。さあ今さっきの回スラカット主体だったんで、結構ストレートとかドロップカーブ投げていきたいっすね。あー見てきますね。さあよーし、じゃあカットボール見せますか。よーし、さあワンアウトですね。さあ2番坂本選手、2番じゃないですね、坂本選手しっかり抑えたいです。おお、どうなんですかね、相手何狙ってるんだろうっす、何狙ってるんですかね。よーし、ナイス、おおお、ナイスカンですね。さあ聞いた、怖いっすね。ああ見てきますね。さあ集中、よーし、さあナイスターンですね。さあ長谷川さんからっすね、しっかり追加点取っていきたいっすね。さあしっかり打っていきましょう。集中、よーし、ナイスバッティングですね。左中間、右中間ですね、真っ二つですね。さあグラシアル選手返していきたいっすね、ランナー。おお抜けてくれましたね。いやー危ない、流したいんですけどね、ちょっとまだ超高速合ってないかもしれないですね。さあ林さん集中していきましょう。よーし、いやカーソル結構危なかったですけどね、なんとか、いやあそこちゃんと引っ張ったらヒットになるんでね。さあここは代打、うん、そうですね、デスパイネさん行きますか。よーし効果くれましたね。ただ相手タイピンとしっかり頭入れていきましょう。よーし、いいっすね、ラッキーっすね、失投でしたね。いやただホームラインできないときついっすね。さあ川崎さんしっかりつないでいきましょう。いやーきつー、きついっすね。いやサークルチェンジ早いっすね。いやもうあんなサークルチェンジじゃないっすよ、ストレートっすよ、ストレートしたね。あーでも犠牲フライっすかね。いやまあ犠牲フライ打率下がらないんでいいんですけど。はい、では城島さんしっかり集中していきましょう。これは早かったっすね。いや早いっすね、集中。これはセンター正面っすね。いや3点なんとか取れましたね。さあ最終回しっかり抑えていきたいっすね。はい牧原さんセカンドですね。さあ、おーラミレス選手ですね、怖いっすね。結構ドロップカーブとか早いんで。よし、いろんな球試して投げていきたいですね。よーし、ナイスセンス、ナイスセンじゃないですね、ナイスボールですね。よーし、さあナイスキャッチャーですね。さあ、おー中田さんいいっすね、セレクション。さあ、おー早いっすね相手、こういうここはスライダーで。よーし、さあナイスアールですね。さあ解散ですね。いやきついっすね。よし、さあゲームセットですね。対戦ありがとうございました。はい、では本日もご視聴ありがとうございました、今回なんとか2試合勝つことができましたね。そうっすね、うん、まだまだタイミングとか全然合ってないんで、何試合かしてしっかりタイミング合わせていこうと思います。あと明日からは大会でオクス投手陣を試していこうと思います。17人の動画をしっかり撮っていこうと思います。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。明日はそうですね、まあルーレットで順番は決めていこうと思うんで、まあ明日発表しますね。では本日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではまた。